なんだ。弾切れなんだよね、これが。これが、いらない。やばい、切れた。なかったっけ？あった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 。
これで終わりだ。そいつは好きにしろ、ボス。マイケル、こいつはラプターチームの分だ。腐ったれ。え？お前とは違う。これす。まるで違う。最後。お前たちより優れてる。俺の力を見せてやろう。ひどくね、これ、最後。弾切れ。ここダメなのかよ。はあ、疲れるな。お前とは違う。まるで違う。お前たちより優れてる。俺の力を見せてやろう。
避けらんねえよ。いや、お前とは違う。まるで違う。お前たちより優れてる。俺の力を見せてやろう。来るか。やってやる。お前とは違う。まるで違う。お前たちより優れてる。俺の力を見せてやろう。これいらねえな。
これで弓撃てばいいんだな。これしろっていうの、あれ もう疲れたんだけど。いや、お前とは違う、まるで違う。お前たちより優れてる。俺の力を見せてやろう。撃てた。出られん。ハーネスが引っかかってる。
待ってろ、今出してやる。時間がない、手遅れだ、突破されるぞ。そこから出してやる。プロヘッド、バーンズ、バーティン、マイケル、スーツが、俺はクソ、バーンズ、スーツなんてどうでもよかった。バーンズ、バーンズ、何を犠牲にする覚悟があるのか。連中がナノスーツを持ってきたとき、俺はかつての自分、ローレンス・バーンズを捨ててプロフェットとなった。プロフェット、おそらく未だかつてない最強の戦闘マシーンだ。ただ命令に従うだけか。あれは人間なの？お前は機械も同然さ。だが全てを犠牲にして、完璧で冷徹で効率的なマシーンとなっても、そのマシーンが失敗に終わったら一体何が起こる？バーンズ、しっかりしろ。誰にだって選ぶ道がある。プロフェットが失敗に終わったら何が残る？プロフェット、お前には何かがある。バーンズ、しっかりしろ。政府が決して手に入れられない、理解できない何か。ローレンス、スーツなんてどうでもよかった。バーンズ、しっかりしろ。ローレンス、バーンのナノマシンは解放された。どんなものにも変形できる。文字通りあらゆる形に。クレア、アークエンジン起動上からの完全なる破壊。
ブートキャンプの初週に教わったことがある。有能な兵士は気球の際頼れるものはただ一つしかないと知っている。それは最先端の情報デバイスではない、最新鋭の装備でもなければ最上位の武器でもない、自分自身だけだ。それを覚えるのにだいぶ時間がかかった。とりあえず戦いは終わった。その途中で過ちも犯した。だが結局俺もただの人間だ。俺の名はローレンス・バーンズ。俺はプロフェットと言われていた。最後まで内容が理解できない感じでしたね。なんだろう、翻訳がうまくなっいってない感じかな。
ゲームムービー、ああそういうことか。ナノスーツショールーム、歴代のナノスーツなのかな。終わりか。